はい、じゃあ今回はグループ F です。はい、E に続いて、はい、アイメロさんです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、でいきますか。はい、はい、ファーストステージグループ F 開始いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。個性いっぱいですね。ポジション個性いいかな。確かにさっきそうですね。あの丸のところの上に置いていただかないと反応が向こうで認識しないので、キャラクター的にもね。そう、確かに。レイズ600で。レイズ600。あ、すみません、600で。はい。あ、700出てます。あれ、ごめんなさい、600で。コール。600コール。レイズから入りました、いきなり。コール。コール。堀さん900にコール。コールド。名前さんもコール。コールド。コールド。はい。早すぎてついていけよ。はい。3人います。3人で。点点と救急とクイーンなり。なんと、そして天が、スリーカードってことですか。そうです、これめっちゃ強いです。はい、エナさん、エナさん、中野エナさん、ベッドで、こちらベッド1600、ポルド、ポルド、はい、ナイスです。はい、ほい、はい、無言になるわ。天天がそれでベッドして、相手が何もみんな当たってなかったんで勝ちと。落とないと寂しいですね。なんかポップティーンと音あるほどわきあいあいと、ね、アゲか、アゲアゲアゲ、エグ、エッグは関係ないんです。決勝とかないですね。あ、すいません、わかんない、すいません、はい、全然関係ないですね。そうですね。あ、はい、わかりました。関係ないですね。はい、了解です。ちゃんとボタンのところに投げますね。はい、堀さん、芸人の堀さん、じゃあ、ファイブでおり。おっと、皆さん、一回置いちゃってください。あ、ごめんなさい、おろしちゃった。森沢さんはプロテナスのいっぱいやってる方なんですよね。そうですね、はい、他の方よりはやってるんじゃないですかね。まあ、そこまでめちゃめちゃ長いって感じではないですけど、経験者の。ホールド、ホールド。で、あのティーラーをコール先はしてると。へぇ、だから今日もティーラーの格好をしてるんです。あ、そうなんですか。なんかメイドコスプレかなと思っちゃいます。でもね、最近のそのアミューズメントカジノ、東京とかのカジノの、はい、あのディーラーさんをこういう格好しがちです。チェックアウト。見たことないですか。え、ないです。あ、ないですよ。はい、でも今東京にいっぱいあります。はい、リサさんが3キングが当たって2人キング持ってますね。300ベッド。これ中野さんコール。600レイズ600入ってます。永井さんが600にレイズしましたね。600コール。さすがに上に300だとキングだけだった。キングが当たってたら降りないでコール。中野さんは何も当たってなくてレイズされたら厳しい。コールドか、コールド。なんか奥田さんにハンド見られてるのか。ラストカードです。え、そこはチェックで。これはすごいです。キングが2人ともフルハウスってやつです。はい、2人とも2人ともキングキングキング33キングキングキング33が2人とも。え、じゃあこれどうなるんですか。700。これ引き分けっすね。え、すごいすごい。そんなことあるんですね。うーん、あんまないけどたまにあります。これ初段でーす。フルハウス、フルハウス、キングさん、ここですね、引き分けです。まさかの試験。はい、まさか。いいよ、いしょ。あ、胸の前で。はい、わかりました。はい、これ引いちゃってください。はい。あげないよ。そうですね。二人ともさすがにキング持って勝ちを、まあまあ負けることはないで。だったらお互い振るの。今のは俺じゃないですね、お互い。そしたらめっちゃ助かるんだけどな。でもこう引き分けになるとこね。平和だからちょっと場が和みがちそうですよね、はい、めっちゃ笑ってますね。自分がプレイするとちょっと緊張するんですけど、一方が俺に一方が負けたりすると普段自分がシビアな感じに、ね、これでディーラーの格好です普段。あ、本当だ、ディーラーの格好言ってますね。アクションです。あゆみのさんはあの格好したことないですか。ないです、やりたいです。ああいうやりたいんだ。結構好きなんですよね、ああいう、ああいうの。あ、そうなんですか。これが似合いそうですね。似合いそうですね。大変そう。はい、202、3人ですね。リ
サさん。はい、リサさんがエースを当たってて一番強いですね。これ300、はい、でウェット。ホールド。じゃあ相手が誰も持ってくれますか。はい、ナイスベットです。ありがとうございます。ライメロさんやっぱ細く しようとしてるんですか自分は。そうですね。やっぱそうなんだ。はい。ああそうなんだ、ね。細くしようとしちゃってます。であんまり食事を一番気遣ってるんですか。気遣ってます。ああそうなんだ。最近太ってきたんですよね。そうなんですか。めちゃめちゃ細いですよ、ね。だから頑張ってます。はい、あ、そうなんですね。たぬきご飯って言いますよ。芸人の新聞社の人。あ、これ言う。言いですね。宣伝しとかなと思って。宣伝をする。はい。コールで入ってますね。これどう？800。エース800。宮下さん。はい。石川のラウンジのママ。これどう？で、ポーカーが好きな。はい、向こうにカード見えないように、よしなんかテストとかの方がいい。ペンチ見て入った時からやったって言ってた気がしたな。宮下さん。視力いいんですか？視力バッチリいいです。じゃあ見えるチャンスあるかもしれない。あ、向こうの中ね。向こうがもうこいつ通りた時はもう。はい、スッこの間ちょっと時は空気はどうだった？シビアあることありました。シビアでした。シビアこういう感じだな。こんな感じではまなかった。なかった。なるほど。私はなんか盛り上げようっていう気持ちはみんなあって あるんだけど。だけど、うん、あのここまでなんか笑いが来るかな。はい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 、何言っていいかわかんないですね。はい、宮下さんが66でレイズ600。これ。なんかむちゃくちゃな真剣なポーカーってこの喋ったりしてるんですか。真剣なゴッポーカーっていうか真剣なんですよ。基本的にそうですね、外人とかで喋るの好きだから。あ、そうなん、喋ってる人多いですね。ポーカーポーカー中って暇じゃないですか。セクハランド何も手持ってない。はいはいはい、だから喋りがちですけどね。 OK ですか。はい、600イコールでフロップ、お互い何も当たらずチェックチェック。6が今6、はい、まだ6ですね。6はでもまだキングと8が出てちょっと怖いんでチェックで様子見。チェック。で最後もチェック。チェック。です、チェック。入れてください。6、6の勝ち。スクイーン6系ですね。普通に飲んでいいんですか今。大丈夫です。まあエースクイーンとしてもこのまま勝ってる可能性があるから最後にブラフして、ブラフって何ですか。200手がないのにベットして相手を押し上げてしなくても、テレビ映えを考えると姿勢を低くしとかないと。一応モデル活動をしてるんですけど、女優業も、はい、やらさせてもらってます。みんなすごいなぁ。皆さん女優業ないですよ。ないですか。需要があれば演技したいですよ。したいんだ、はい、いやでも全然需要ありそうです。ます1回だけですよ。このエースと、はい、そのジャックよりも、はい、5の方がなんか確率高いってことですか。そうですね、若干ほぼ5分なんですけど、若干高いぐらい。まあでも5分って思ってて大丈夫です、はい、チェックチェック。はい、5-5は勝ってそうだけど、まあ、とりあえず様子見チェック。7も出てるし、あ、チェックしたせいでエースが落ちちゃいましたね。相手を下ろさないんで600ベッドで降りました。あっさりエースが当たったんだろうというように。3倍って教わったんだ。でもエースが当たったら中日でやってる。エースが4カゴ引いたら逆転だった。普段はどちらでリーダーさんされてるんですか。あ、私銀座のお店で、はい、なんか秋葉ギルドとかなんかいろんな系列があるお店の系列で、はい、なんか日本で一番大きい会社の中の1店舗です。ですね、アミューズで、銀座でポーカーでお待ちしております。宣伝国を振りめちゃくちゃうまいですね。めちゃくちゃ頑張ってたんで。確か普段は何かマナーを。ありがとうございます。金沢でクラブ経営してます。石川県から来たんで。今日このために。このために石川って結構遠いですか。石川遠いですよね。スナック新幹線ラウンジなんですけど。そうなんですね。
私も水商売ずっとやってて、キャバクラ。なんか新めっちゃ和んでるじゃん。女の子いない時。新規の。あれ、サンビビオカじゃなくなってる。そういう感じでやりたかったです。逆に。サンビビじゃなかった。逆に。まあ、なるほど、3 BB オープンと8 BB オープンが混ざってくるのか。これ400。はい、ここから200、400になります。どんどん吸い取られてる。やだ、怖い。いやいや、そうだ、フォト取ってかないとなんか減ってっちゃいますね、やっぱ自然と。そうですよね。みんな降りてくんないかな。ハンドになりますね。普段は何をされてるんですか。あ、私はあのレースクイーンをやってます。西口みたいになってるのよ。西口かもわかんないです。わかんないです。え、見たことないです。ないと思います。え、わかんないです。レースクイーン聞いたことあるけど、何をするのか。あ、そうなんだ。確かにレース。え、確かに何なんですかね。レースに行って。8BB オープンだったから怖いな。前に立ってる人ですか。わかんない。いや、確かに。ありがとうございます。ドライバーさんに出そうか。なるほど。そういうお仕事。強い。チームの戦場は。惑わされてます。ああ。で、車の横にガチガチですよ、ね。8BB オープン。あ、そう。でもそういう。じゃあさっきのナイスアクションです。反応めっちゃ気になる、あれ。気になります。めっちゃ弱い。いや、やりたくないです、それは。それはやりたくない。やりはやりたくない。やりはやりたくない。リーズ1200。はい、キングテンの同じ色がカットオフからリーズ1200で、誰も相手がいないと。誰勝ちそうですか。このリサさん。リサさん勝ちそう。なんか、まあ、さ、経験値がね、上なんでね、はい、雰囲気とかでも。雰囲気で、はあ、確かに。なんかでも自分の推しはすみれさんです。推しはすみれさん。あ、そうなんですね。すみれさん。なんでですか。なんか好きだから。好きなの。え、会ったことないですか。いや、好きっていうその、なんかその雰囲気が好きだから。雰囲気がね、はいはい、了解です。ちょっと褒められて動揺しちゃった。キング7のクラブレーズ800入ってます。コールドコールコールコールドコールド。リサさんがエース6ストレートでコール。コール森さんもキング10でコール。コールコール。みんなコール。キングクイーンもコール。4人でキング3人もですね。こうなるとエース6が勝率上は有利ですけど。んこれ S6 がね、5が来たらストレートなのから。チェック誰も当たってないですね、何もね。お、ベッドできるか。ベッドしたらかなり。え、リサさんが5が出たらストレートですか。そうですね、上の2、3、4、5、6。これどう。200ベッドしたら誰も当たってないから、これは取れそうだ。取りましたね。ナイスベッドだなこれは。ナイスベッドだな。あのボードで確かにこれナイスベッドですね。当たってないけど、あ、みんな当たってなそうだなっていうのと、あと5が来たら、まあ、大体勝てるから。うまいんですよ、うん、そうですね、ちゃんと考えれて。私普段グラビアやってます。グラビアとかお芝居とか。おっぱいが、おっぱいがね。おっぱいがね。皆さん芸能系なんですね、やっぱりね。リサさんトークも回しがちになってくる。確かに一番芸能っぽくね。確かに堀さん回さなあかんのに。確かに確かに。芸人の人が確かに、ね、なんかこう全体的に喋りがちになって盛り上がって盛り上げてますけど。あゆめろさんの時言いました。え、見ました。あの方ですよね。誰ですか。あの
おかっぱのやりたいなと思ってますこれからそのイベントとかでレディースさせてくださいはい、捨ててこさん捨ててこさんちょっといましためちゃくちゃ元気です。一緒に戦ったわけではないわけではないです。その次の自分たちの前の試合があったのやつですね。すごい元気で、はい、よくなんか投げれるようになりたい。捨ててこさんこれね、ってなんかこうとか外回しなんですか。私はそうです。へなんか何で回すかっていうとこのエクスポーズしないようになんかこうエクスポーズなんかこうあのパタってカードがあーそうそうならないように回してこれどうこれどうこれだ。本日さん演出ないこれいくかな1200レイズ1200入ってます。これだこれどうこれどうやっとチップ来たよ。ナイス全然取り戻せてないけど。ナイススキル。減ってっちゃう。なんかありました。頑張る。何にもなかった。何もなかった。なんかあったけど何もなかった。何もなかった。一枚あげて。なんか BB の時みんな降りてあげたらいいんで。ハニーさんは渋谷によくいるんですか。いや自分関西の人なんですよ。あそうなんですか。東京だとどの辺にいるんですか。渋谷です。あやっぱそれは渋谷なんですね。はい。わからない、わからないじゃん。みんな可愛いって。で、あだ109とかも行くんですか。あ、たまに行きます。へなんかあゆみのさんがどんな人なのか俺は興味があるんですよ。何ですか。めっちゃ質問しちゃうんですけど。全然何でもかもんです。行きます。ホールド、ホールド。あ、キングスが入りました。キングスが入ってレイズに投入です。ヘッツアップでーす。これは、え、誰、スミレさん。一旦チェックします。え、このままだと、はい、このままとキングスが圧勝です。スミレさん、はい、スミレさんが、スミレさん、いけ。リサさんは何も当たってないから、まあ、ブラフする手もあるけど、チェック、チェック。スミレさん、400。ちっちゃくちっちゃめベッドですね。こういうのありなんですか？ちっちゃめ。まあ、あんましないですか？いや基本。参りました。いや全然ありですよ。まあちっちゃすぎたら意味ないですけど、これ今1800ぐらいの。安いんだ。4分の1ぐらい。まあいい感じです。それだったらまあ一応。バリューかな。たまにあります。プロでも。結構強かったか。ここでえリサさん以外みんな初めて情報取れない絶対喋ると思ったのに。なんかやってた人はあんまりいないんじゃないですか。怖いもん、ちょっとやってそうな感じでしたけど。でもそれにしてもそんなにやってる人はいないリサさん。これどう。でもなんかこうこれどう、初めてポーカーをやった人はこう、これこれでヘッコールチェック、チェック戦ってくれて嬉しいっすよ。嬉しいですか。はい、でもこっからでもめちゃくちゃ好きに なりますもん。自分もそうですし、はい、そうっすかね。ポーカー、いやまあでも自分のイメージだとまあどうだろうな、定期的にやる人はこの中でどうなんでしょうね。どうだろう、4人に1人みんなそうなんですけど、どうなんですかね。どうなんですか、みんなやってくれたら嬉しいですけど。これどうですね。出た。かっこいいじゃん。まあでも本当にポーカー人口が増えてるから、うんうん、10年前との10倍だっけ、何倍か忘れ、100倍か忘れ。逆に今増えてるんですか。ずっと増えてます。逆に、はい、そうですね、増えてます、ずっと。すごい。世界でも増えてるんで、うん、ポーカーって言ったらなんかあの日本じゃないところのイメージ。緊張してます。どうですよね、カジノいつものトランプと違うと馴染まなくて、うるせえな。馴染まなくて多分友達なんですよ。このディーラーの方も芸人の方らしい。そうなんですか、はい、ポーカープロかと思いました。ディーラープロみたいな。はい、はい、あでもディーラーも県にやってる。ディーラーもやってるんですか。そうなんですね。はい、ピッキングで強いのでレースして終わり。多分やってたんですね、もともと。ちょっとだけやってました。カナダにやる場所、あ、カナダギルドがあるか。ギルドあるんで。確かに確かに。
関西でもすごいいっぱいありますよ。めちゃくちゃ面白いですね。はい。特に何かと思った。はい。最近はもう地方にも。そうですね、面白いですよね。豪華ブーム来ちゃいました。来ちゃいました。何様？豪華写真集。全然いいです。来ちゃいました。よくできたゲームでした。乗ってきましょう。これどう？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 ヘッツアップ。ちょっと待って。ごめんなさい。今情報出たぞ。チェックしてもらうぞ。チェックしてもらうぞ。じゃあ1200。そのアプリでいいですか。ああ、先にチェックって永井さんが言っちゃったから。これだ。それに乗じて、じゃあキングセブンで強いだろうってことで。先にアクションじゃん。じゃあ終わり。今チェックするべきだったよな。なるほど。まあなんかそういう風になんか。なんかレイズの仕方もにもなんか意味あるんやなってなんか思いました。意味あるっていうか、考えてレイズしなきゃダメなの。そうですね。いろいろ考える要素がその自分の手以外にもいろいろあるんで、例えば今の場合だと先にあの人がチェックしちゃったから、じゃあこれ私強いんだなみたいなことを考えた。まあいろいろあるっすね。だからそれを発見して活かせたら強いですね。相手の手札も考えながら自分のことも考えながらみたいな。そうですね。チップが結局ですよね。ごめんなさい。稼げればいいだけだから。これどう？いい手を作っていい。1200レイズ1200でコールを作って勝たなきゃいけないわけじゃなくて、チップが結局くれば勝ちなんで、セットアップでそのどうなんだろう、どううまくできるか。チップがいっぱいあるとなんかそのゲームに行っちゃいたくなる。はい、行っちゃいたくなる。でもなくなったなくなってめっちゃ焦って、判断力が薄くなっちゃいました。チップで左右、チップの量でなんかその頭左右されるみたいな。はい、チップの量がみんなそうですよ。そうらしいですね。なんかチップがいっぱいあるとやっぱ心に余裕が。そうそうそう、間違いないです。そうそう、本当にそれでした。どんどんなくなってくると心が貧しくなるで、なんか変な感じになるって言ってました、ね、間違いない。チップがない時の対処法としては、自分よりチップがない人を発見して、今やったら飛ぶよな。チェック。落ち着く。チェックランドラストカードです。冷静になる。自分よりチップがない人がいるなと思ったら、その一人はあるなと思って落ち着くのか。冷静。冷静。冷静。はい。あ、めっちゃ芸人さん。これは大井さん。はい。ずっとチェックで言ってたんですけど。ここでチェック。堀さん、飛ぶの、ね、私飛ぶの誰も言ってない、誰も言ってない。チェックすれば飛ばないですよ、そのチェック残るから。もう誰も振ってないですよ。誰も振ってないですよ。でもね、堀さん、自分勝った気で言ってるんじゃないですか、これ演技じゃ。これ多分演技でしょ。いやまあそうね、でも勝ってない可能性もあるなって感じで。そう、ベッドし、じゃあ一回よかったじゃん。そうそう、ベッドするとないと思うんですけど。もう怖いから、もうやめてってめっちゃ思ってました。最後拾いましたね。よかったまあね、キングだけだとちょっと自分の命をかけてまでゴールインとかするのはちょっと怖いから、そこまでかけずに表情がめちゃくちゃ私はそんな大事だと思ってないですけど、レイズ1200来ましたよ。来ましたよ。やっぱ 2BB だから全然楽だ。やられた。2BB でしょ。2BB だから全然ね。2BB だよね。ジャック6はちょっと弱いですね。下がんですもん。降りるんかい。単独ください。下がんは嫌だな。中野さんちゃんとレイズから入ってるな。なんか基本的にはレイズから入った方が有効なんですよね。なんですか？なんですかね。最初コールから入るとピックブラインドがチェックして
下ろせずにそのまま進行しちゃうからフロップ開かれてそれで逆転されちゃうとかが多いんで、最初にちゃんとレイズして相手にが来たいんだったらお金を払いなさいっていう感じの強気に出るって言うんですか。そうっすね、リスクを与えた方がいい。あーなるほど。でも、ロックホールで相手のノーリスクで見れちゃうんで、フロップでは最初の3番ですけど、はい、見れちゃうんで、それよりはちゃんとお金を払わせた方がいい。あ、からレイズカルンで入った方がいいんですけど、はい、これどう。中野さん絶対やったことあるよ。あるんですかね。そういうことか。1800。レイズ1800入ってます。ゆきちゃんが動き出した。あ、そしたら2000で出してもらえる。あ、はい。はい、で、引いてもらって。はい。これどう？うん。これは。これはエースキング。これ、お。1800。中野さんですか？はい。中野さん。エースキングなんて覚えてもよかったですけど、コール。はい。出てきたね。キングとか超えてきてると、もう。この顔面偏差値がすごい。かわいい、かわいい。エースとキングだと一番強い。そうですね。エースとキング。おベッド600。600。600ベッド。先に歌ってた。600ベッド。お釣り引いちゃってください。さっきの2000の分です。これを見てて緊張するんですか。いや、かな、なんか。はい。あー。あー、後藤さんも600だけだったらコールで踏ん張ったけど、エースが落ちちゃいましたね。頑張れ後藤。2回何もない状態でベースされてきついかな。この場合ってコールするのが正しいのか、ホールドするのが正しいのか。基本的にホールドした方がいい。何も当たってないから。無駄チップにしちゃう。無駄チップ。無駄チップを払わないようにするゲームなんですけど。見切りをつける。レイズ1200。あ、レイズは1600からなんです。中野さんちゃんとレイズから。大丈夫だよ。またやっちゃった。今出てるかな。ありがとうございます。はい、これどう。コール。え、スミレさんがコール。おお、エースエースが。一番めちゃくちゃ強いやつ。やばいっすね。でもこれ普通エースクイーンもなかなか降りれないですよ。ゴーゴーカレー有名なんですけど知ってます？ゴーゴーカレー。おお、なるほどなるほど。5500レイズ5500入ってます。今回初の3ベッドでございます、ね。5500。ほんと来ますね。ゴーゴーカレーとか言ってこれ言いたかったんですよ。最初に5500とか行くんじゃなくて、相手のチップ引き出すためにあえて弱々していく。あのね、それ難しいところなんですけど、エースエースもあのフロップでなんかツーペアとか相手に作られたらもう負けちゃうんで、だから強い時にしっかり銀の皿ってベストして、で来るなら相手もお金払うチップ使って、だからその来るならチップを払わせる状態にした方がいいですね。わかんないですよ、まだ手元強いけど結局出た時だから、そう、そうですね、海外の方は来るなら来てもいいけど、ちゃんとカツとかキャベツとか、その金沢カレーってキャベツが乗ってるのが金沢カレーなんです。カレー番組なんですよ。カレーの番組なんですよ。乗っ取りました。これどう。これどう。コール。カレーチェック。チェック。スモールブラインドはノリズムマクイーンさんのコールです。いきます。ヘッズアップです。ですかね、リサさんは。千。あ、レッドしていきましたね。それはどういう。それはね、どういう意味の。まあ、遊ばれました。相手がペア持ってることって意外となくて、6割ぐらいはなくて。はい。
でエース最初に上乗せも来てないからエース持ってることもなさそうだからとりあえずベットしたら大体降りてくれるんじゃないかなって思ってベットしたと思うんですけど、そういうので見極めるんですね、そのエースが。そうですね、最初にエース持ってたら レーズ来てるんじゃないかな。でもコールされたんでシンプルに諦めました。いいでしょ、マジです。はい、ずっとでも A シーズ持ってたたずまいなんだよ。一度も見ないっていう。そんなことちょっと調子がいいですね。調子がいいですね。まあ、手がいいとね、やっぱ勝てますよね。ちょっともうだってすみれさん、はい、チップ、はい、もうそろそろ。あ、そうですね。もう5000件ぐらいかな。やだすみれさん。さあ、エース7。人たちのスタック量も見ながらプレイしたらいいです。ディーラーポジションのエース7。自分が一番持ってるとか。え、なんて。ディーラーポジション。そう。ハンドが伴ってなさそう。うん。エース7。テレビ見てるんで。いや自分わかんない、どうしよう。どうすんの。で自分今考えすんですよ。自分なら、はい、いや行っちゃいます。どうします。コールコールしちゃいます。レーズで、ね、これはレーズの方がいいですか。そうレーズで入った方が基本的には。あ、そうそうでしたよね。400、800だから自分だったらまあ2000円かそれくらいですけど、ね。いや、チップ出すのがに怯えてしまうんですよね。怯えてしまうんですね。はい、わかります。なんかやっぱオールインって言われたら怖いんですか。え、めちゃくちゃ怖い。ああ、そうなんだ。え、多分、はい、そんないい手札持てなくてもオールインしてるんやなってわかるけど、うん、別についてはいけない、うん、なるほど。多分一発勝負ですからね。もうどっちか絶対いっちゃいます。怖いですから、ね、もうオールインしかない。怖いとこに行けない。飛びますよ。僕に言われてもちゃんとね、カードいいのが来たら行くもんね。本当にそうです。1600リーズ1600。はい、ピサさんが66で1600にレイしました、うん。でも下、はい、この堀さん怖い怖い怖い、はい、ここに怖い中野さん、はい、微笑み怖い。笑ってる。これはこうするかな。これちょっと微妙なとこで降りてもいいとこなんですけど。自分なら絶対行っちゃいます。とりあえずね。とりあえず。ね、最初まあ、甘い考えで行っちゃう。いやー、まあどっちでもいいレベルなんですけど、どっちかというとホールドした方がいいかな。やめとこ。先に1600が入っちゃってるんで、それに対しては降りてもいいかなって感じ。やめときます。どうフロップで5か6が出たらお互いめちゃめちゃ強い。77もいます。すごいこの試合。5、5、6、6、7、7。どれかが出たら次回ブラインド上がります。めっちゃ強い。こういう時に7と6が同時にフロップに出たら、はい、もう どうぞ聞いたよ。誰ともめちゃめちゃ強いんで、いや77が勝つんですけど。あ、そうだそうだ、そうだ、はい、事件になるんですけど、5も6も7も落ちず、どっちか落ちたらその人が3カードに なって勝ちですか。そうですそうですそうです。ダウンします。ナイスペット。まあ、あと77なんですけど、さすがに中野さんがこれ55で一番弱かったんですけど、ベットして今日めっちゃいいですね。でも中野さんがベットされたら自分が77持ってたらコールしづらくないですか。そこから500千円中野さんが77持ってて、うん、エースクイーンと落ちてて中野さんにベットされたら、うん、めっちゃ怖いですよ、ね。っていうことでベットしてポット取りましたね。ブラインドが高いの難しい。なんか難しいけど今のはまあちょっと特殊なケースでしたね。ですね。まあでも中野さんも今心に余裕があるんで、チップ持っててなんか結構ベッドガンガンできる状態にありますよね。そう、宮下さん3000にしました。完全大きいので、リサさんもこれ行くならオーリーになっちゃうんで、7700点しかなかったんで、
44だったんですけど、ここはリスクを取らずギャンブルせずおりました。今これはエンペラさんに褒めてもらえると思う。今、うん、今のハンドちゃんと。さすがにめっちゃ強かった。うん。ジオンかけ。ああ。SB からコールで絶対入るの。どんどん静かになってきますね。ちょっとみんなナーバスになってきたんですけど。私も一つエンペラ。怒られて、うん、私行こうと思ったら行けたら行こうと思ったんですけど、あ、そうなんですか。仕事で疲れちゃって。永井さん、エステ。清水さん。はい。お、これオールインか。でもこの場合だとオールインいっちゃってもいい。自分はオールインしますね。あの500銭なんで。で、5600点しか持ち点がないから3000レイズ3000減ってます。で、1500点もらえばいいかなって感じで、で3000点レイズしたんですけど、これもうほぼオールインと同じような意味ですね。後ろに2600点しかないから、相手のスタック見てください。相手のスタック見てください。やってくださいよ。ちょっとやったら相手のハンデ的に無理でした。いや、ちょっと私もね。あー、これだってよ、私も飛びたくないんですもん。あ、それそうですね。うわー、どう、え、ちょっとオーディエス使いたいな、これ。オーディエス5、微妙なとこっすね。これ、まあ、5600点のオールインが永井さんから来てると考えると、なんか、あの、状況的にそういう状況ですよね。はい、でも4600点なんですよ、そうそうそう、オールインだったとしても。じゃあ、やっときますか。じゃあ、オールインさせますかね。じゃあ、オールインで。え、オールインした。上にまあ4600点だったんで。なんでオールインしちゃったんですか。これはね、相手がちょっとしかないから。5500のうち3000です。3000の上に2000だから、全部で5600点しかないから。で、あと堀さんは1000最初にビッグブラインで出してるから、上に4600点でいけるんですよね。なんで S5 勝ってるか勝てないか分かんないけど、まあここは勝負と。まあ永井さんはこれ降りる余地はまあないですね。オリンコール初段ください。あ、全然いいじゃん、全然いい。あー、ドミー。 S5 対 S10 いきまーす。下ストレートもありますから。で、こうが来たらずるいやろ。10。あ、でもこれ2が来たらストレートで。え、分かんなくなっちゃった。2が来なければ長井さん。はい、もう。あ、でも飛びます。長井さんがずるー。1600。堀さんが負けちゃったってこと。堀さんが負けて、はい、長井さんが。全然そこが自然な流れ。普通にこれ降りるはない。オーディエンスの意見がそれ。え、うん、じゃあ小川さんの前であんま口角垂れてないけど。あ、え、10が当たってる人と、エース5は何も当たってないです。確かに笑顔見れたら。で、ワンペア対、まあ、の、いや、迷わずコールでいいと思いますよね。お母さん次こっち。お母さん、後藤はな。え、後藤はハンドが良くなさそうなんで。あ、はい、あ、あ、そういう、あ、なるほど。あ、そういうことですね。そうです、そうです。いや、あ、そう、はい、あ、それ確かによくね言われる質問なんですけど、オールイン、2人ともオールインになっても全財産を2人が同時にかけてるわけじゃなくて、少ない方に合わせてかけてるだけなんで。そうなんです。ああ、なるほど。だから少ない方が勝ったら2人とも2000から。ごめんなさい。大丈夫だよ。2600好きなんですよ。2000。はい、中野さんが2000。コール2000コール。森さんコールです。さん、これだ。後藤コールイン。おー、後藤さんが後藤リンなんで500ですね。1000の上にコールは500から。もう1500しかなかったんで、はい、後藤さんの手札がめちゃめちゃ弱い。後藤は選んだハンドだから、もうそれは後藤が OK したハンドが来るから、こっちは怖いよ。コールイン2アクティブです。はい、全員エースです。これはね、後藤さんが現状は後藤も何もないです。でもこれ5が来たら8で1枚ストレート、3も1枚ストレートになって、中野さんの方が上のストレートなんで、5が来たら中野さんが勝つ。あと8が来たら普通に中野さんがワンペアで勝つ。3来ても堀さんワンペアになるけど、6の方が上のワンペアなんで、
五が来たら長野さん。五が来たら長野さん。そうそう。一回だけだよ。これ。サイドバット行きます。だから五か八が来なければ後藤さんがこの勝ちですね。チェック。チェック。ラストカード。え、来ちゃったよ。来ちゃいましたね。これはストレート4567。そうですね、これストレートなので中野さんが上のストレート8の1枚ストレートを持っているんで、堀さんもまあ下のストレートなんですけど、今回は4567の中野さんの方が上。オールインしました。堀さんがストレート、これ難しいですね。堀さんもストレート蹴るんですか、これ。3、4、5、6、7。3,4,5,6,7 対4,5,6,7,8。 あ、だからギリギリ中野さん勝ってるってことですか。そういうこと。それ堀さんめちゃくちゃびっくりする。お、でも、はい、嘘。商談してください、開いてください。後藤さんが勝ってそう、速やかに。エース6、6、8、8ストレートですね。後藤でも最後にめっちゃいいハンド入ってるじゃないですか。今日で一番良かったですね。最後5が来なければ6のアンペアで勝ってたんですけど、すごい運が、ね、中野さんに。はい、ファーストステージで敗退となります。はい、参りました。お疲れ様でした。めっちゃ悔しい。ありがとうございました。中野さんちょっと強い、はい、中野さんはなんか強いですよね。なんか運もなんか強いし、確かに。あとちゃんとレイズしてるな、結構。でもガンガン行ってますね、中野さんね、やっぱガンガン行く人の方が有利にできてる、これどう可能性もある。ある、このポーカーというものが、はい。あ、でも手もいいですね、エースジャックと。無策と1000でした。あ、600、1200だから、コールは1200から。コールは1200。レイズは2400です。はい、じゃあ2400で。レイズ2400。はい、レイズ2400。だからちゃんとレイズして、あ、なるほどね。うん、ちゃんとレイズで入ってね。そういうところ。そういうところ、そういうところ。そういうところ。あ、そういうところなんですよ。2400コール。あ、でもエースジャックもう一人いてコールしました。でこうちゃんとレイズすることによって、今キング10だったんですけど、ビッグブラインドの人は、はい、そういうのも降りると。なるほどね。キング10にはなんか降りてほしいんですよね。対して勝率が変わらないんで、キング10とエース役でもキング10来られてたら、キング10が下ろせてよかったってことですね。そうそうっていうことなんです。だからレイズが大事だよっていう話。確かに、はい、めっちゃ勉強になる。これエース役どうしますかね。エースジャック何も当たってないんですけど、天が来たら最強のストレートになる。あとダイヤが2枚落ちたら最強のフラッシュになる。でも天が来たらもう同点ですよ。同点になるんです。そう、天が来たら同点です。もうないわけじゃん、同点。ダイヤダイヤしてくれ以外は同点ですけど。ちょっと今お金あるね。頑張ってます。すごい、中野さんが何も当たってないけどベットしたんですよね、エースジャックで。まあ強いから。そしたらレーズチェック。永井さんがレーズ2400して、ラストカードコール、お互い引かず。これじゃあ、これ同点。今のところ同点。チェックで。遮断開いてください。でももう2人ともチェックで回して。一着ちょっと引き分けでいいです。高い。ピサさんもね、ここまでなんか一番経験者で強いんですけど、今までチェック増やしてそろそろ増やしたいと思います。中野さんがちょっと圧倒的な、そうですね、本当に支配してますよね。命拾いしました。でかいですね。どっちか勇気あると思います。まだ5人いるんでね、あと2人ですね。はい、ジャックさん、スペードは、これ、ジャック4も
あ、これ行くのか。え、なんで行くんですか、これ。これどう2400個。これはちょっと分かんない。みんな飛びたくないからプレッシャーをかけに行ったちょっとシーンはちょっと分からないです。チェック、チェック、チェック、アランド。でもレーズって来られたらみんな怖いじゃないですか、基本的に。だから弱い手でも行っても降りてくれるんじゃないかなっていうことにかけたんだと思うんですけど。これ10回来たら、はい、ストレートです。そうです。ラストカード、これはどっちも何も当たってないのでジャックを持っている永井さんが有利ですけど、ここでリサさんが別途すればブラフで、ね、何もないけど、あ、なるほど、はい、勝てそうですね。でもね、心理戦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 というか、心理戦の要素もあります。永井さんがここまで何か持ったら別途してくんじゃないかとか考えれば難しいっすね。相手でもエースだけでもコールされちゃうかもしれないし。あ、でもベットした。ブラフ。やって緊張。頑張れ。いっちゃいっちゃいでもね、これ何も当たってないですからね。ジャックだけだから。そっか。ここから見た場面ではこうですけど。そうですけど。スミレさんからしたら。から見たら、まあ9ぐらい当たってんじゃないから。うわー、なんで。で、これは何も当たってないから。そっか、そうなんですよ。ちょっと厳しいから。マジで嬉しそう。これはナイスブラフでしたね。ダメ。チェックできてるから、やっぱ、お互い何も当たってないことが多いんで。リサさんと戦いたくないって言ったんだ。ナイスブラフですね。めちゃくちゃ厳しいですよ。でも、参りましたってやると思ってました。相手がなかったら、基本的にベットしたら降りてくれるんで、相手がないって的確に判断できれば、うん、なるほど、降ろせるんですよね、はい。まあでも的確に判断できる時はなかなかないですけど、まあ、今みたいなのチェックチェックとかだと分かりやすいですけど、うん、分かりやすいですね。でもワンそれでもチェックされてもワンペア持ってるかもしれないんで難しいんですけど。フォルド、フォルド、はい、フォルド、どうぞ。どうぞ。ありがとう。生き延びた。でも全然頑張れなかったです、あれじゃ。よかったです。それこそしないで。嫌です。私の方が嫌です。嫌ないですね、トリさん。これどう？これどう？ホットサンサンの堀さん、これはどうする？あやむらさん、サンサンどうしますか？私なんかひろとさんにしましたよ。6200で5400で行かない。いや、自分いや、行っちゃいます。行っちゃう、どうするんですか？でもオールインしちゃいます、あの堀さんの手札だったら。自分も一緒です。俺も一緒。そうっすよね、はい。でも堀さんおりましたね。でもわあ、これ三三応援してたら、エース10とジャックジャック両方コールされてたかも。はい。4500。おお、4500レイズした。これエース10どうする？経験者はちゃんと3ベットしますね。どうする？私出てきてないけど、半分入ってない。エステンテの同じようなそれに自分ならそホールしちゃいます、うん、これはね。サンサンで言ってたらジャックジャックに捕まってましたね。オンエアで、オンエアで、だから堀さんは結果としてナイスホールドでしたけど。高いな。リサさん、サンさん、もう2人の勝負でサンさんで、ブラインドが800、1600なんで、どうしますか、ライブラさん。リサさん800、1600持ちっす。いっちゃいますか、ね、いっちゃいます、オールイン、オールイン、いや、もうオールインいっちゃいますわ、じゃあもう
自分もそうっす。オリン入ってます。おー、あーここでビッグライブにキングキングが、あー中野さんキングキングコール、うわー、これは厳しいっす。で、サッサンは絶対行くべきだと思うんですけどね、さっきのオリさんの。いや私逆にリサさん応援してる今。サンが落ちたらやば、頑張れ。リサさん生き残る。サンしかダメですね。これやばい。あーナイスベッドだけど、ナイスベッド。ではリサさん、ファーストステージ行きたいとなります。はい、これはきついっすね。参りました。お疲れ様ね、朝。もうあと1人しかいなかったから3-3でオールインして、上のカード、上のなんだろう、キングキング SS とかそういう上のカードを持ってる確率は、まあ、10回に1回もないですね。20回に1回ぐらいしかないから、だからもう運ですか。運です。運がやっぱ中野さんに、うん、中野さんすごくないですか。すごいっすね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。厳しいっすね。やば、リサさんがここでダメだ、緊張する。緊張する、めっちゃ緊張する。まあ、こういうのも起きがちと。ホールド、ホールド、これどう？ここのホール楽だね。いや、ほんと、お金かけないとき。スモールブラインドの長井さんが、ホールド。あと一人取れば勝ち、みんな勝ちなんで。で、頑張れ。言われちゃったらもう。スモールさんがやばい。怖いよ。でも、堀さんも相当やばいです。やばいですね。はい、中野さんだけ余裕。これはオールインです。これは行くね。これは行きましょう。これキングクイーン。オールインでいくらですか？上に2200点なんですよね。1600点ビッグブラインド出してるんで、上に2200点で永井さんがコールできるんで。ここは勝負するべきですね。マジで？マジなの？本当なの？いや、2200点なんで、まあ106全然強くないんだけど、もう1600出してる状態だから、上に2200出した方が、出して勝負した方が、一回勝負した方がいい。でも降りちゃうかな。降りそうな雰囲気出てますね。雰囲気出てますね。コール、お、コールした。3800コール、初段を開いてください。でもキングクイーン、キングクイーンが有利です。いきますよね。でもジャックロックも3回に1回勝てます。希望はある。希望は全然ある。3回に1回なんで。いきます。どうでしょう。おお、え、ジャック来た。すごい。あ、え、クイーンが現状勝ってますね。ジャック、やばくないですかこれ。やばいですね。ジャックロックが来なければ堀さんが引けます。ジャックロックだけですね、これ。ジャックロック来ず。キングのストレートですね、堀さんが。ストレートです。これすごいな。すごいですね。すみません、勝ったと思ったら堀さんだった。なんか天空まで行きました。一番いい伸びをしましたね。やだ。次払って、よく見る。きついね。800、まあしょうがないっす。嫌です。嫌です。あ、もう上がったんで、上がってる。あ、こっから上がります。今1000ですね。あ、まだ嫌です。はい、まだ。あ、そうそう、オールインだったんだけど、上に残り1600点あったんで、まだ、はい、長井さんが多かったですね。すごいな。いや、まあ、ちょっと、はい、中野さんすごくないですか。中野さんすごいです、これ。ちょっと32000点持ってますから、ね、全部で、全員の合わせても6万点しかないですけど。え、じゃ半分は中野さんに言ってるんですか。そう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 、そういうことです。お任せします。これどう。あ、これ S7 コールして、ここが後ろにもう600点なんで、うん、もう1000、2000で1000点払っちゃってるんで、ここ600出して、ホールド。ええー、今日これはそう、今日一番びっくりした。これはでも一応行った方が良かったですね。
いやだってもうだってやばいじゃないですか。もう行くしかないですね。そう行くしかなかったんですけど。テント 3でしたよね。あでもこれ4号2ペアですね。からの、うん、あ2ペア。あでもテント3行ってたら負けてましたね。2000。コール。2000。コール6が来たら中野さんストレート。エースが来たら3ペア。チェック。何も起きず宮下さんが勝ってますが、ここでブラフできれば、え、チェック、遮断、消えてった。あら、はい、54の4のアンペアが意味なくなっちゃったんですけど、はい、やっぱり遮断って言うんですよ。連れてかれたんで別に。残り600点ですよね、確か。誰ですか、はい、永井さん600点。やばくないですか。もうさっきのやっぱ行くべきです。うん、もう行っちゃってもあれなんですけど、行った方がいいですね。あの何が起きるか分かんないんで、あれで勝てば1600点が3倍になるんで4800点になって、まだ分かんなかったんですけど、これ600きついっすね。お願いします。でもさっき言ったら分かりましたか。考えるとまだいかないですけど、結果論なっちゃいますけど、結果論、はい、結果論、はい、これどう。さあ、あ、もう行くしかない。これ行く、これも行かない。これも行かない。わかんないです。誰かが飛ぶの待ってる説もありますね。まあさすがにでもみんな飛ばないですよ。飛ばないですよ、ね。はい。厳しい。堀さんもここで2000点払わせられるんですけど、さすがに600点がもう見えてるんで。勝負しないですよね。いや、これはどうする。これはいく。少ないオールイン。すごい。600点です。めっちゃ強いじゃん。600点なんで、もう2人とも1000、2000出しちゃってるんで。はい。あ、え、これは遮断ください。あ、ごめんなさい。はい。みんな降りて、でもビッグレーンでももう2000すでに出してるんで、もう強制的に。オールインで、ちょっとあれなんですけど、ビッグブラインドが2000点でそれ以下しかないんで、はい、ビッグブラインドそれ以上出す必要がない。はい、これクイーンハイ勝ってますよ。 おクイーンハイ勝ってます。永井さんが3倍になりました。でも3倍になったけどまだ点入ってない。ちょっとだけ言うて変わんないですよ。言うて変わるけど、うん、そうね、次勝たないとダメですね。だんだん強くなって、次にだんだん強くなってたのに最後にビッグラインも2000点なんで、やばいですね。強制多いですね。2800点もね、ここを強制ですね。なんかここから強そうだな。強制ほんと、はい、運だけが。そうですね、強いやつですか。うわ強いと思います。宮下さん、点数入ってますね。3500。これどう？ちょっともう、ごめんなさい。4歳からです。4000から。4000。宮下さん、これはやばい。4000にしました。はい。堀さんは、どうぞ。ちょっとめちゃくちゃ行きたいんですけど、お任せします。すみません。堀さん、私登りたいんです。じゃあ、自動、そうですね。自動折りになるんで、遮断です。開いてください。嘘でしょ。これね、上のカード2枚持たれてるんで勝率がめちゃめちゃ悪くて 13% しかないですね。94。いや、ほんとだ。17%、13。うわぁ、これはきつい。もう3カード。そう、これもう絶望ですね。9人いたけど、全然3カードが強すぎる。シロブです。わぁ、という感じで参りました。っていう感じですね。はあ、かわいい。F グループ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。きついっすね。みんな嫌い。捨てゼリフ。捨てゼリフ。というわけで、ただ今のゲームをもちまして、宮下さん、中野さん、堀さん、セカンドステージ進出になります。やったー！ありがとうございます。嬉しい。
しい。はい。なるほどね。というわけでクルクルでしたね。いやそうですね。はい。なんかありました。感想の方なんかありますか。いやなんだろう。その自分が強くなくても最初に強く見せるだったりとか、はい、その中野さんがレイズ。はい。資産とかすごい勉強になりました。はい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 、そう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 、そう自分そんな頭なかったんで次に、うん、まあ教えてもらわないとなかなか分かんないですけどね、はい、今日勉強になりました。よかったっす。ちょっと勉強になってくれて嬉しいです。はい、はい、じゃあというわけで、はい、あゆみやさんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。